からランチに行きたいと思います。とりあえずコーヒーを買って、その後河原でパンを食べてくる、そういうライドで行きたいと思います。今日の電車は東京駅モノですね。これで行ってきたいと思います。さあ、まずは駅前の、駅前じゃないです、まずは商店街を通りつつ、風のコーヒーにコーヒーを買いに行きたいと思います。やばい、よいしょ、いい天気ですね今日は。よいしょ、いや今日バッグにつけるマウントをね持ってこようと思ったらね忘れちゃったんですよね。しょうがないからちょっと手持ちで撮影してますけど、台風が過ぎた次の日はものすごく天気がいいんですよね。風がちょっとあるから風切り音が入ってしまうんですけど、ご了承ください。定番の風穴コーヒー、よし、さあ珍しいのコーヒーをとりあえず買っていきたいと思います。結構本気コスタリカの担当テレパイ2カ所で発表しています。はい、ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあここに入るか、お、完璧に入ったね。入りました。これね、前ブックマンっていうあのメーカーが作ってたカップホルダーなんですけど、こういうね、コーヒー入れたりとかするのに結構便利で、ただ結構ね、コーヒーが溢れるっていうちょっとデメリットも実はあって、あんまり使ってないんですけど、こういう時にはいいですよね。さあこのまま水木通りを進んでですね、まあ、サイクリングというよりはちょっと近場でって感じですかね。このまままっすぐ行って、今日はお休みですね。サルドバーさんは今日お休み。ちなみにここのアイカさん美味しいです、ラーメン屋さんです。まあ、この辺はもう全然住宅街なんですけど、その住宅街をね進みます と、河川敷の方に出てきます。いや、それにしてもすっげえいい天気ですね今日。ここのね泊まれのところで、よいしょ、うわ重たい、シングルスピード重たい、よいしょ、ここからはい、河川敷到着。あれ今日は全然人少ないですね。いつもだいたいなんか日曜日とか子供たちがこの辺で遊んでるんですけど、欲しいな、今日全然少ない。まあ、あのだからなんだって話なんですけど、ちょっとこの辺だと暑いから少し走ろうかな。風がすごいな。よいしょ。あ、なんかキャンプやってますね。これ結構焼けるタイプですね。よし。ちょっとじゃあこの辺りから中に、よいしょ、入ってまいりましょう。よいしょ。定位置ですね、いつもの。芝生感があんまりないところがいいですね。よし、よし、到着しました。ものすごく暑い、なんかちょっと日陰に行った方がいいかな。まあ、でもまあ少し風も涼しいし、まあとりあえずちょっとここでご飯食べていきたいと思います。ちょっとこういったこじゃれた、よいしょ、なんていうのこういうの、ラグじゃないね、引き物を持ってきました。さあ今日のコールドブリューですね。
では。最高ですね。今日はですね、デュエトレさんのパンをいただいたんで、それを今食べたいんですけど、ピーナッツパンですね。あとウインナーパンかな。あとアンドーナッツ。3本立てでいきたいと思います。ウインナーパンからいきますかね。美味しい。あの最近撮ったあの映像は一応今 GoPro Hero 7 Black で今撮ってるんですけど、60フレームの 4K60 フレームで撮ってます。で、今までも同じに 4K60fps で撮ってたんですけど、なんかこう YouTube に上げるとなんか映像がカクつくような感じがあったんで、なんでそんなにその 4K で撮ってて画面上綺麗なのに YouTube に上げると画質が落ちるのかなと思っていろいろと考えてたんですけど、やっぱり原因はですね、やっぱりレンダリングした時のあのコーデックに問題がどうもあったらしくて、 H.264 でコーデックされてたんですよ。で H.264 ってまあ標準のまあコーデックなんですけど、 YouTube 推奨のもので、であの拡張子は MP4 にしてくださいみたいのがあるんですけど、まずねこれでやると結構画質が落ちるんですね。だから今 YouTube でとかでちょっとサイクリング動画、特にこう、高い、フレームレートで撮影して滑らかなこうアクションシーンみたいのですね、例えば山下ってる時とか、またロードバイクで走ってる時とか、あのそういったその素材を撮りたい時って、あの大体こうフレームレートを上げるんですよ。60フレームとか、120で撮ることはないので多分60ぐらいで撮ると思います。高いフレームレートで撮るとデータもちろんそもそも撮られるんですよ。で、まあ一般的には大体30か60で撮るんですけど、で撮ってあの編集するじゃないですか。で編集してから書き出しをするんですけど、ここのまずコーデックをH.264 ではなくて、よりこう、圧縮率が高いだけれど画質が落ちないっていう新しい H.265 っていう規格があるので、これにまずねアップグレードしてあげるんですよ。でその後にあのビットレートっていうのがあるので、このビットレートを上げていただくとよりあの鮮明な映像として撮れます。ただもちろんビットレート上げるとデータ容量すごく上がってくるので、あのまあ、そこそこストレージは来るんですけど、でも画質を優先させるならば大体そのビットレートを大体ね80ぐらい、80メガ PPS ぐらいまで上げてあげると結構いいと思います。一般的にフレームレートのかける2倍ぐらいのビットレートで書き出してあげるといいと思われるんですけど、どうもですねいろんなことを調べていると、まあ、80ぐらいで結構十分だみたいな話も聞くので、とりあえず H.265 で書き出して、でビットレートを 80Mbps ぐらいで、書き出せるようにね設定を変えていただくと結構ね綺麗な絵が撮れるようになると思います。まあ、ぜひですねあの参考にしてみてください。あの全く自転車の関係ない話なんですけど、ただ、まあ、こう自転車の乗ってる時の映像を撮りたいとかっていう人やっぱりね皆さん多くいらっしゃると思うので、まあ、そういう方はねそういう設定にしていただくと意外と綺麗にあの見れますので、あの参考にしていただければなと思います。ということで引き続きピーナッツパン今食べてますけど食べていきたいと思います。ちょっと軽くフィードバックしておきます ね。ブックマンのこのカップホルダー、今回はこういう透明のプラスチックの、器に、まあ、蓋がしてあったんで物をこぼれることはなかったです。ただこれ上にリットがついてて、こうホットとかで飲もうとするやつは結構ねこれ飛び散っちゃって大変だったんですよ。ですからまあ今ねこれもう売ってないんで、まあ、これレビューしてもしょうがないんですけど、もちろんね同じものを持ってらっしゃってなんかあまり使えないなと思ってた方は、こういうちゃんとねあのカップのあの蓋がついてるやつ、これで使ってもらうと問題なく使えるかなと思います。ロードレーサーが走ってますね。いや今日は天気がいいからみんなライド行ってますね。
さあ、今ご飯食べ終わりましたので、このまま少しこの辺をね、サイクリングしながら、職場に帰ってきたいと思います。今日もねご視聴いただいてありがとうございました。最近はねちょっとねこういったGoPro で使いながら、ランチの動画とかですね、ちょっとライドの動画を今少し増やしてるんですけど、もしねなんかこういう動画作ってほしいなとかっていうことあれば、またご連絡いただければなと思います。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed.